どうも、宇宙ヤバイチャンネル中の人のキャベツです。今回はプロキシマケンタウリで最強のフレアを観測というテーマで動画をお送りしていきたいと思います。プロキシマ系のおさらい、まずは簡単にプロキシマケンタウリ系のおさらいをしていきたいと思います。当チャンネルでは何度か出てきている恒星系なので、すでに大体のことは知っているっていう方は、今動画の画面左上に見出しが出ていると思うんですけど、それが次の項目に切り替わるまで早送りしていただけるといいと思います。地球からケンタウルス座の方向に約 4.3 光年ほど離れたところには、太陽系から最も近い恒星系であるケンタウルス座アルファ星があります。で、このケンタウルス座アルファ星というのは、ケンタウルス座アルファ星 A、 ケンタウルス座アルファ星 B、そしてプロキシマケンタウリという3つの恒星からなる3連星系となります。そしてそれらの3つの恒星の中で特に太陽系に近い位置にあるのが、こちらの、はい、プロキシマケンタウリという恒星です。質量が太陽の8分の1程度しかなく、非常に軽く省エネな恒星でして、最も近いにもかかわらず地球から肉眼では全く見れないほど暗い恒星となっています。そんな正真正銘太陽系から最も近い恒星系であるプロキシマケンタウリ系には、プロキシマ B という惑星とプロキシマ C という2つの惑星が存在しています。はい、でかなり離れたところに、この C があると。で、内側が B ですね。で、そのうち B の方は、物理的な性質が地球と似ていて、かつプロキシマ系の中にあるハビタブルゾーンに位置しているため、液体の水やさらには生命が存在しているかもしれないということで、大きな期待がされています。そういった意味でプロキシマ B は、地球から最も近い生命が存在しそうな惑星として、非常に注目度が高い惑星なんですね。史上最強のフレアを観測、このプロキシマ B の主星であるプロキシマケンタウリのように低質量で省エネな恒星は赤色矮星という分類がされます。赤色矮星は省エネなため寿命が数兆年から十数兆年ということで、恒星の中でも非常に長く、その面だけ見ると周囲の惑星にとっては都合がいい恒星となります。ちなみに、太陽の寿命は120億年ということで、それの100倍、もしくは1000倍ぐらいあるということです。ですがプロキシマケンタウリを含む多くの赤色矮星にはその周囲に生命が存在できるか否かという観点において致命的な欠点を持っていまして、それは非常に強いフレアを発生させ周囲に強力な放射線を放っているという特徴です。さらに元が省エネなどでハビタブルゾーンはその赤色矮星のすぐ近くに存在するということになります。で、このプロキシマケンタウリ系におけるハビタブルゾーン内にあるとされるこのプロキシマケンタウリ B ですね、これの主星からの距離というのはなんと地球と太陽の距離のたった20分の1程度しか離れていません。そのため赤色矮星の周囲のハビタブルゾーンにある惑星というのは強力なフレアをめちゃくちゃ至近距離で受けるということになります。なので、いくら適温だったとしても宇宙船によって、大気や水が剥ぎ取られてしまっているという可能性があるというわけです。そんな前提のもとでコロラド大学ボルダー校などの研究チームはより詳細にプロキシマケンタウリで起きているフレアの強度を調べることで得られた驚くべき研究結果を今月の4月の21日に発表しています。研究チームは2019年の数ヶ月間で世界の主要な9つもの観測機器を40時間にもわたってこのプロキシマケンタウリに向け続けた結果、恒星フレアによって放たれた様々な波長の電磁波を捉えることができたんだそうです。その結果、太陽以外の恒星で起きたものでは史上最高精度でフレアを観測することができました。今回注目を集めたプロキシマのフレアは7秒間にもわたり、人間の目に見える光である可視光線の波長の電磁波はあまり放出されなかったものの、電波と紫外線の波長の電磁波が大量に放出されていたということが明らかになりました。中でも、波
ハッブル宇宙望遠鏡によって観測された紫外線の波長の電磁波の強度は、通常時のプロキシマが放つものと比べて実に 14,000 倍にもなっていたんだそうです。そしてこのフレアの威力は太陽で通常時起こるフレアのなんと100倍にもなり、このような巨大なフレアが少なくとも1日に1回は起きているということまで推定されています。これだけ強力なフレアがこれだけ高頻度で起こるというふうにもなれば、長期的にはプロキシマ B のような周囲の惑星にある大気を破壊し、仮にここに生命体が何らかの理由で存在したとしても、致死量の放射線を浴びせ続けることになります。今後も様々な波長で多くのフレアを観測し、その強度と発生頻度の関係性を調べていくことで、周囲の惑星への長期的なスパンでの影響をより詳細に把握していくそうです。今回の研究結果によって、もともと疑問視されていたプロキシマ B の生命の存在可能性がさらに低まる結果となりました。ですが、まだ完全にプロキシマ B に生命が存在する可能性がゼロになったわけではありません。去年の12月には、プロキシマ B から自然由来のものとは容易には考えにくい電波を観測したとして、これがすごく大きなニュースとなっていました。で、そのニュースを宇宙ヤバイチャンネルでも解説しているので、ぜひ、この動画の概要欄、もしくは終了画面から、そちらの関連動画の方も合わせてご覧になってみてください。いいニュース、悪いニュース関係なく、プロキシマ B は今後も人類にとって注目度の高い天体であり続けそうです。ということで、今回の動画は以上になります。この宇宙ヤバイチャンネルでは、こういった宇宙系の動画を日々投稿しているので、ぜひ宇宙に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。それでは、中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。こちらの動画の最後に、姉妹チャンネルである科学ヤバイチャンネルの宣伝をさせていただきたいと思います。宇宙ヤバイチャンネルでは、普段から宇宙に特化して動画をお送りしているんですけど、科学ヤバイチャンネルでは、より広く科学全般のネタを提供しています。科学ヤバイチャンネルでは、こういったアニメーションを用いて動画を制作しています。そして、宇宙ヤバイチャンネルがメインなので、こちらの投稿頻度を下げないために、科学ヤバイチャンネルでは、僕、キャベチ監修のもとで、優秀な友人2人に協力してもらって、3人で動画制作を行ってます。とても楽しいコンテンツとなっているので、今再生中の動画の概要欄から、ぜひ、科学ヤバイチャンネルの方も足を運んで見ていただけると嬉しいです。